ファーストアニバーサリー、ありがとうございます。せーの、さあ始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい、というわけで今日9月の6日は。中野区がパートナーシップ宣誓を始めてちょうど1年の日アンド僕たちがパートナーシップを宣誓をしてちょうど1年経ちました。イエーイ。というわけでですね、今日は、まあ、うちらの僕たちの記念日ということで中野区にあるビストロに、予約をしたので、今から2人で行ってみたいと思います。じゃあ行ってきます。うん、風が気持ちいいね。ここで着物できちゃった ね, ね。はい、というわけでやってきました。うん、おいしい。うまいね。食べようか。おいしい。うん、サラダ、ね、マッシュルームのサラダ、おいしそう。うん、サーモンのカルパッチョ、バイスト超シャレ。食べよう。めっちゃおいしそう。うん、今回来たところが中野駅からすぐ近くにある、うん、あのビストロ村っていうお店なんですけれども、本格フレンチを、本当にお手軽にご利用できるっていう感じのお店なので、ちょっと今日は来ました。やってきてみます、うん。中野サンプラザの道路を挟んで真正面にあるお店なので、中野サンプラザが本当に真横に見えるんですけど、うんうん、ちょこっと、うん、いやもう結構飲んでるよね。結構飲んでるけどここの、うん、あのネオビストロ村さんですごい人気のメニューが来てましたので紹介したいと思います。これです。デレン。これは何？キッシュ。キッシュ、なんかね、まるでプリンのようなキッシュ。すごい、ね、なんかトロトロらしいんですよ、このキッシュが。で、なんか、うん、いろんななんか情報番組とかでも紹介されてる、うん、なんだ、うん、食べよう食べようらしいので、うん、食べたいと思います。はい。キノコとベーコンの品種らしいんですけど、うん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 、切った感じが茶碗蒸しみたいな。それは褒め言葉だ。いただきます。うん、美味しいね。うん、キッシュ、今まで食べてきたキッシュとはまた違う感じ。いや、全然違うね。うん、うん、これ珍しいよね、多分ね、うん、なかなかないと思う。この合うかな。分かんない。うん、美味しいね。うん、本当美味しい。美味しい。どちゃんはね、うん、ロゼワインとか頼んじゃってる。美味しい。これは相変わらずビールですよ。さあ、はい、次の料理もやってきましたよ。
はい、でコンビノス貝とムーブ貝の白ワイン蒸し、白ワイン蒸し、うん、いいね。どう？美味しそう、めっちゃ美味しそう。あ、美味しい。いる、うん、つけてる、うん、美味しいね。間違いない、うん、美味しい、うん、お肉料理が来ました。メインが来ました。美味しそう。ローストポークとチキンソテー、うん、すごくね、このボリューム、うん、美味しそう、ね、食べましょう。大丈夫かな。でるんでるん、美味しそう。やわらかい、ね、やわらかいね、うん、うまい。めっちゃ美味しいやつじゃん。美味しいの。美味しい。うん、食べてますけど、やってるね。店員さんがさ、うん、YouTube 見ますね、うん、みたいな言ってくれて、あ、嬉しいな。どういうチャンネルされてるんですか、うん、みたいな。そうそうそう、うん、嬉しいね。ぜひ見てください。嬉しいね。見てますか。確かに絶対見ますって言ってくれたから。見てますか。見てくれてたからね、嬉しいよね、実際ね。でもさ、なんかうちか、うん、前回もさ、うん、イタリアンのさ、お店をさ、うん、紹介したわけじゃないけど、なんか行ってるよみたいな感じでさ、うん、行ったら、はい、やっぱりシリパムさんたちがさ、行きましたみたいな、すごいな。しかもさ、県外の方がさ、あ、県外というか都外の方、うん、東京都に住んでない方が、うん、東京にたまたま来ることがあって、うん、中野に、うちらがね、中野に住んでるからって言って中野に来て、そのお店に行ってきましたっていうコメントももらったりとかするから、いや、すごい、すごい嬉しいよね。嬉しいよね。やばいよ、会えるよね。会えるよ。タイミング全然会える。全然行ってるもん。てか、うちはもう中野に絶対いるから。てか、ね、うん、その時呼んでください。確かに。そうそうそう。今いるよ。今いるよとか言ったら、時間が合えば全然行くしね。仕事中じゃなければ行ける。全然。休みだったら、ね、飲みの席だったら行きますんで。今ここで飲んでるからみたいな。飲み来てみたいな感じで全然行く。ね。確かに。なんかこの間もさ、なんか2人で話してたけど、なんかやっぱりオフ会みたいなのできたらいいなっていう話をしてたよ。飲む感じ、そうそうそう、ではしたいなとは思うんだけど、うん、でもやっぱ飲めない方もいるとは思うから、うん、あ、まあ確かにね、まあそういう人とかも参加できるような感じ、うん、だから一緒になんか、まあ、自分飲めないけど飲む空間が大好きですみたいな、あ、そう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 、うん、そういう方もいっぱいいるだろうから、うん、そうだね、一緒にぜひ乾杯させてください。ぜひいつか計画しますので、したいしたいね。来年あたりにできたらしたいかな。そうだね、来年あたりね、うんうん、なんかその店員さんとかもそうなんだけど、うん、あ、なんか結構受け入れてもらえるんだって、うん、ね、普通に僕らそういうカップルなんですよとか言って、うん、あ、そうなんですねみたいな、うん、結構多いじゃない。そうだよ、まあ、だからそんなに隠さなくていいのかなと思ったのね、うんうん、だから結構寮とかは結構そういうの言える人だから、僕らそういうカップルなんですよとか言ってくれて、うん、嬉しいね。嬉しいよ、うん、あ、大丈夫なんだって思った最後は赤ワインとロゼワイン。ありがとうございました。あ、
つけます。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。こんな感じ。ありがとうございます。ファーストアニバーサリーありがとうございます。チャーリーブラウンとね、スヌーピーの映画館じゃん。嬉しい。ごま？いや最後にね、近いし、また行こうよ。行きましょう。しょうちゃんご機嫌だね。あ、撮ってるんだ。撮ってるよ。いや、美味しかったね。美味しかったね。いや、いいお店だった。うん、いいお店だったね。ちょっとこれからオクトーバーフェストの方に行ってみたいと思いまーす。オクトーバーフェストにやってきました。前回に引き続き何ヶ月も半年ぶりくらい。半年ぶりね、それくらいだよね。いや、にぎわってんね。にぎわってるわってる。うん、今からインスタライブするってなるとさ、場所がちょっと、そうね、ちょっと探してみようか。はい、うん、配信できると思うので楽しみにしておいてください。絶対ください。うん、今どこにいるんですか。あの中野 の, あのセントラルパーク、うん、中野のセントラルパーク の, あのオクトーバーフェストに来てます。はい、やっほー。はい、というわけで、はい、帰ってきたね。帰ってきました。いや、楽しかった。 オクトーバーフェストでね、うん、インスタライブも久々にやったね。来た、うん、あの来てもらえた方ありがとうございます。あの残念ながらね、タイミングが合わなくて、うん、あの来れなかった方はまたあの来月 YouTube ライブをする予定なので、それは、うん、あの告知をしてね、あのいついつの何時からっていうのをちゃんと告知をしてやりたいと思いますので、うん、その時はぜひ見に来てください。というわけで今回の動画が、面白いと思っていただけたら高評価のボタンとチャンネル登録をお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。Please like Please like and subscribe.